演劇研究会の舞台公演が終わって春樹は急にすることがなくなっていました。夏休みまでにはまだ少し日があり、国文化の講義も残っていたのですが、出る気にもなれず、何をしたらいいのかわからないのでした。ただ仲間たちと芝居を作るのに走り回っていた日々が懐かしいだけの春樹でした。春樹。はい。昨日手紙来てたのに渡すの忘れちゃった。あ、ありがとう。あんたもう夏休みなんだろう。だったら早く帰ってあげなさいよ。お母さん手術の時だって帰ってあげなかったんだし、退院したって言ってもすっかり良くなったわけじゃないんだから、たまにはそばにいてゆっくりしてあげなきゃ。お母さん待ってるよ。まだ講義があるの。今日はね、洗濯物がこんな溜まっちゃったから、これやってから出かけようと思って。ねえ、干しとくからおばちゃん取り込んどいてね。おばちゃんに言えばもう洗っといてあげたのに、遠慮しちゃって。俺役者なのか。おはようございます。おはるさん、いろいろとお疲れ様。本当によくやってもらって、いや、今もみんなでおはるさんのことを話してたところなんだ。さあ、座って。公演の収支決算してたんだけどさ、おはるさんにカツラ代出してもらっただろ。あれ、返さなきゃいけないのに、やっぱり今回は無理なんだよね。しばらく借りとく。夏休みアルバイトして返すから。いいのよ、気長にお待ちしてますから。いや、そうはいかないよ。おはるさんは一回きりのゲストで、部員じゃないんだ。そういうことだけはきちんとしとかないと。そんな寂しいこと言わないでよ。これからだって私お手伝いしたいんだから。講義聞きに来てもね、なんだかやっぱりここに来ちゃうのよね。芝居を作る楽しさが忘れられなくなっちゃったのかもしれない。それは俺たちだってせっかくいい仲間になってもらえるって喜んでたのに。残念だけど、タケが心配してたように、大事なお嬢さんを巻き込むようなことしちゃ申し訳ない世界だからね。もちろん神田君みたいに小説書いてもいい、芝居書いてもいい、役者やってもいいっていう自由な立場ならいいけど、おはるさんは芝居なんかにかぶれてたら何のために大学へ来たのかわからないようなことになっちまうぞ。私も物を作るってことがどういうことなのかわからなかったのよ。自分にはとてもできないって思ってたし、小説だって書けないし、絵はダメだし、作曲だってできないし。でもね、芝居だったら、みんなと一緒だったら、私にだって何かできるんじゃないかって、そんな気がしたの。そんなに好きなら時々また役者として声かけてあげるから。そうだな。役者はもう才能ないってこと分かったから。でもね、芝居を作ることに夢中になれて、そういうのに巡り合ったのは初めてだったから。おはるさん、あ、でもみんなとワイワイしてたのが楽しかっただけだったかもしれない。あ、そうだ、リポート書かなきゃ。それじゃね。あ、竹中君は大阪から妹さん来てたの。明日帰るから今日は東京見物させるって。おやすみ。私夏休みは家に帰るからもう会えないと思うけど、竹中君によろしく言っといて。分かった。真面目に国文化やれよ。頑張ったね。元気でな。うん、それじゃ。いらっしゃい。コーヒーください。なんだ、一人？もうみんなとは縁がなくなっちゃったの。ん？もうお呼びじゃないのよ。俳優としてもダメだったし、役にも立たなかったみたいだし。なんだよ、役に弱気だな。おはるさんらしくないよ。私今いろいろと迷ってるの。国文化にいたって打ち込めるものがなかったら、大学卒業したって何の希望もないんだもの。やっぱり芝居やりたいんだ。ねえ、芝居のどこがいいの？そういうふうに言われると自分でもよくわからないんだけど、
物を作る仕事に関わりたいっていうか。じゃあ芸術家に移るか。芸術家？そんなことできるんですか？だって国務科も芸術科も同じ大学の文学部でしょ。専攻を変えたから移りたいって言えばそれで取るんじゃないのかな。でもな、芸術家出たからって必ず芝居の世界で生きていけるとは限らないね。え、普通の仕事に就きたい時は芸術家でなんて相手にしてもらえないよ。国務科ならいざという時教師になれるかもしれないが、芸術家は潰しが効かない。それにご両親だって国文科だから大学へ行かせてくれてるとこがあるんじゃないの。やっぱりあんまり過激なことはしない方がいいな。私は反対だよ、春さん。終戦後急に解放されて今まで締め付けられていた反動からかな、映画や芝居に憧れる若者が増えた。うちに来る連中なんてみんなそんな連中ばっかりだ。熱病みたいなもんなんだよ。おはるさんだって今熱病にかかってんだぞ。少し頭冷やした方がいいな。マサ、こういう3つ。竹中くん、何や、来てたんかい。あ、春樹さんだ。こんにちは。そうや、あんたもあの芝居出てはりましたやろ。やっぱりお兄ちゃんだと同じグループで芝居やってはりますの。坂倉君は違う、国文科の学生なんや。みんなで大学生。そう、素晴らしいわよね。うまっ。けど神田さんかってお兄ちゃんのために芝居書いてくれはりますのやろ。偉いやないですか。神田さんが芝居書いてくれはったらお兄ちゃん映画会社からかってスカウトしてもらえるかも分かれへん。よろしくお願いします。ええかげんにし。お兄ちゃんはな、映画スターになるために大学入ったやない。ほんまにやりたいのは自分の劇団作って演出することや。舞台立つんかで、そのための勉強の一つやね。とにかくこれからは少しでも竹中君のお役に立てるよういいお芝居書くつもりでいますから。失礼します。今日は東京見物楽しんでいただけたかしら。大きにありがとうございました。いや、ほんま助かったわ。わい、東京あんまり分からへんよってな。けど今日ご一緒させていただいたおかげで竹中君といろんなお話ができて、芝居のヒントもいただいたし、舞台で共演させていただいて、本当に竹中君っていい感性を持っていらっしゃるし、まっすぐで温かいお人柄だし、とても楽しかったの。そりゃ神田君の買いかぶりやで。竹中君はご自分の良さが分かっておいでにならないのよ。そうですね、海軍兵学校出て何位にまでなった人が。ポツダム大や、終戦になって一回かけても退役になっただけで、まあ、そんなんどうでもええわ。あ、マサ、あのタバコある？あるよ。ねえ、今晩お夕食ご一緒しません？いやー、嬉しいわ。春樹様も一緒に行きましょうよ。あ、せっかくだけど私約束があるから。そう、残念だわ。あ、大阪帰るのか。うん。大阪の人。うん、そや。ほな、うちの店を好み焼き食べに来てください。住所書いてきますわ。君も帰るの？アルバイトして学費稼いだな。それに大阪帰っても暑いだけやしな。夏休み帰ったら芝居のこと忘れないか。環境変わったら気分も変わる。忘れられる。忘れないかんねや。2学期になったらしっかり声入れて1学期分取り戻さな。10年流されたら前の責任やからな。
です。大ちゃん、今夜大阪帰るって？はい、今日は早く行って切符並ばないと。あ、そう。記者もまだまだ大変だね。あ、この間の芝居よかったね。なかなかのもんだったよ。とてもあたね、学生が趣味でやってるとは思えないよ。春樹さんだって立派な出来だったよ。ありがとうございます。大学にも芝居の好きな連中がいるんだね。おいちゃんなんか小さい頃から芝居に憧れてさ、役者になりたいと思った時もあったんだよ。とぐらいだったな。村に旅芸人の一さんが来てさ、村の神社の神楽堂でやるんだけど、見に行く金なんかもらえるわけねえからさ、客席用に囲ってある幕の下から潜ってる見たんだよ。出し物はね、国皿中にかっこかったよ。おこぎの山もこよいもこぎりなんつってね、あれでしびれちゃってね、もう絶対役者になってみせると心に決めたんだ。それからってもはもう村の悪道ども集めちゃね、芝居の丸ばっかりして、もう芝居なんか勝手に作っちゃったしさ。今度ね、旅芸人の一さんが来たら弟子入りさせてもらうつもりで待ってたんだけど、とうとう来なくて。それから東京へ奉公出ることになってね、その時でもね、東京行ったら役者になる企画があるかもしれないって夢持ってたんだけど、もう奉公なんてしたら芝居どころか寝る暇もねえんだから、もういつか夢は消えちまったけどね。なんかこの間春樹ちゃんの芝居見せたら、その頃のこと思い出してね、春樹ちゃんも同じような夢見てんのかなって。ああ、私は俳優になろうだなんて思ってません。そりゃそうだよ、春樹ちゃん他にちゃんとやりたいことがあるんだね。でもあれだね、やっぱり芝居っていいもんだね。久しぶりにしみじみそう思ったよ。たださ、おばちゃんは役者なんてろくでなしだと思ってるから、春樹ちゃんが役者の真似事をしてるなんて知れたらさ、ただじゃ済まないよ。ねえ、おばちゃん、ほら、春樹ちゃんに期待してるから、それだけは裏切らないように。ね、芝居ってもんをさ、そういう色眼鏡で見るのも結構いるんだから。分かってます。おばちゃんだってね、芝居見るの嫌いじゃないんだよ。嫌いじゃないんだけど、役者っつうと特別な人間だと思ってんだから、勝手なもんだよね。春樹おはようございます。あ、おはよう。大阪へのお土産包んどいたからね、荷物になるかもしれないけど。いつもありがとう。お父さんとお母さんによろしくね。お母さん大事にしてあげて。大丈夫、今度はちゃんと親孝行してきます。あれよ、夏休みになって帰ってきたら家建ってるからね。楽しみに帰っといて。陽介と会って、春樹は初めて陽介のことを大切に思っている自分に気づいたのでした。でも春樹を芝居の世界から遠ざけようとする陽介の態度を思うと、寂しさが春樹の胸を締め付け、気持ちの整理がつかないままの帰郷になったのでした。